ポケットモンスターのキャラクター、ピカチュウ、300個が飾り付けられたクリスマスツリー、ポケモンツリーが8日、東京都千代田区大手町の読売新聞ビルの1階ロビーにお目見えした。ポケモンツリーは高さ約5メートルで、同ビルに設置されるのは昨年に続き2回目。ツリーの前には、読売新聞のアンバサダーを務めるフィギュアスケート選手の本田真凜、真凜さんら3姉妹のパネルが据えられた。この日は、ビル内の保育所、読み書きの森保育園の園児らが訪れ、黄色のピカチュウのぬいぐるみで装飾されたツリーを見上げていた。11ヶ月の長男を抱いて訪れた中央区の男性会社員は、子供が明るい色が好きなので、喜んでいる様子だった、と話した。設置は25日まで。